こんにちは。初めてなんですけど、今から自分の演奏を自己分析していきたいと思います。よろしくお願いします。聞いていただきました。じゃあ今から気になるところを止めて言ってきます。まずピッチがちょっと微妙なところ気になります。自分的にはなんか合ってないわけじゃないねんけど、なんか合ってるわけでもないみたいな。あとフレーズの吹き終わりのビブラートが気色まあこれ完璧多分癖だと思うんですけど、結構そういう音源とかもいっぱいあるからそれが影響してんのかもしれないけど、自分的にはちょっと気色ですね。でまあアルトサックス独特のあれになるかもしれんけど、ソーシャープの音吹くときに絶対ソーからドゥルーってソー引っ掛けてソーシャープ吹く癖、これも完璧癖やねんけど、実音で、あいやアルトの実音で言うと B フラットと B やねんけど、それをこう引っ掛けて小指、アルトだと小指だけ使うねんけど、それが希少ですね。じゃあもう一回聴いてもらいましょうか。あ、今のとこしてなかった。この辺のピッチは。わからん。今のとことかそうしよう。こういうビブラート。ちょっと細かすぎるかもしれないですね。まあ、とりあえず続きも聞いてみましょうか。ソーシャルって見てやって。あ、この動詞しゃくる感じもきしょいな。今のラーの入りもきしょいな。もうちょっとなんか無機質的にやりたいんだけど。出だしの音をポン。そうそうそう。このラーの音とか、あ、今のレーシャープのトゥートゥクトゥみたいなのもきしょいね。なんでそんなことするんっていう感じだな。何のためにっていう。そう、なんか、とりあえずなんか、いい格好しようとしてるのはしてるね。もっとストレートで自然にできたいな。まあ、今のソーシャルプトゥルーってやってるし。ここはやってない。そのタイムがベースに、まあ、だから自分サックスは遅れても走ってもベースがちゃんとしたとこにおればいいんでしょっていう体で吹いてるから、結構曖昧なとこが多いのよね。自分一人で自分で数えたテンポで吹けてないっていうか、っていうのはありますよね。でもそれはリズム楽器が安定してるべきことなんじゃない？ああ、そうなんかな、そうなんかもしらんけど。まあけど結局だからベースとかリズム楽器に責任を結構委ねてるところはあるかな。まあだから吹きやすいっちゃ吹きやすいねんけど、けどもっと多分自分は自分でテンポ取ってやるべきなんちゃうかな。ワン、ツー、スリー、フォーっていうのが流れてって、その上で別にリズムを出すソロとかメロディ含んでなくて、そうやった方がいいかなと思う。俺もはもうちょっとそのベースとかドラムとか、これはドラムおらへんけど、聴きながら、なんかまあ自分との誤差を埋めて、常にアジャストしながらやってしまってるのがあるから、まあとりあえずはもっと自分一人だけでちゃんと吹けるようにしたいね。あ、それでそれと、あ、まあちょっと言い方が違うのかな、まあ違うかもしれないけどそれと自分が思ってるより、サックスの音の立ち上がりが遅くて、ちょっと遅れて入ってもうたから、それを挽回するためにちょっと早めに吹いたりとかっていう微調整も常にやってる感じやから、そもそもの技術をもっと上げて的確にシンプルにやりたいな。まあその俺だけの話で言ったら、そのサックスの技術的に立ち上がりの音が遅かったり、そうなんかニュアンスをはぐらかして入ったりしたら、その分の思ってたよりタイミングが遅かったっていうのを挽回しようと、その過去数秒から先何秒かまでのフレーズとして微調整をしてしまってる。その時点でその瞬間瞬間のインプロじゃなくないと思うから。なるほど。まあなんかどんどん良くない感じする。それがたまればたまるほどだからもしそうならへんのが理想やし、そうなってしまったとしたら、もうその瞬間に一回もうそのこうとしてたことは切って切り替えて、またその瞬間瞬間にインプロに切り替えた方がいいかもね。テーマでしたとりあえずソロの部分も思うことあったら言います。ちょっとテーマで細かく言い過ぎてるかもしれないけど止めましょうか。まずソロの入り方がきしょいですね。やっぱけど難しくて、なんかテーマそうそう、テーマ終わって、ちょっとコーラスの頭までに2小節ぐらい空いたりするやんか、うんうん、コーラスでいうと。で、その間に、なんか吹かなあかんのかなって思って吹いてしまってる感はあるね。ああ、吹きたくて吹いてるわけじゃない。そう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 。だから多分、それは間違いで、待っとくべきやったと思う、ね。ああ、自分のタイミング。そう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 。なんか例えば、ドナリエとかでもテーマ200を休んでから、タラララタラタラタって入るやんか。まあ、そういう感じでもいいんちゃうかなっていう。なるほど。うん。っていうのとやっぱりビブラートがきしょい。まあこれ多分なんかレスター・ヤングがこういうのやってたりするんねんけど、うん、それはまあレコードやからっていうのもあるかもしれんけど、まあレスター・ヤングやからかな、まあ、すごいビブラートとかもしてて、うん、それが悪いっていうわけじゃないねんけど、うん、そういうの影響を受けて、そのイメージが結構強いですね、この曲に関しては。うん、だからそういうのもできるだけなくしてやりたいねんけど、ね、あ意味なくないだって。なんかそれがあるからやってるだけみたいな感じだったら良くないのかな。そうだね。いやまあその曲としては好きやねんけどめっちゃ、うん、好きで気持ちいいからやってんねんけど、今日すごい大前提としてそういうレスタイムとかいろんな人の演奏のイメージがまず強い、うん、それ、うん、そうじゃなくていいんかもしれないね。しんないですね。であとさっき止めたとこの、うん、止める最後の方はもう完璧にベースの出してるビートのリズムを俺も出そうとして吹いてるところがあって、うん、それもなんか必要ないんかなと。ベースが出してんのに別にでそうソロなんていうのかななんて言っていいか分からんけどまあそのきしょいね。リズムを出そうとしすぎててきしょい以外の言葉使いたい何かのアピールしてんねんねそれだからまあすごい自然じゃないなっていうのちょっと戻って聞いてみましょうかこここの辺、うん、今の辺がすごいなんかリズムに合わせすぎたって片言の言葉喋ってますみたいな、バウンスしすぎてみたいなっていうか、うん、なんていうのまあとりあえず自然じゃないかな。なるほど。うん、きしょいなって思う自分でじゃあ続きいきましょうか。はい、そこでちょっとキーのこと意識しすぎていまいち何したいか分かってない、頭が使いすぎてるっていう。基本的に16分部とかで、まあ、とりあえずコードに合わせてなんかコードに合った音吹いてるだけみたいなのがまあ多いかな。多いというかもうほとんどそうかな。だからまあ待ててないというか、この先に来るコード進行を知ってるから、うん、それを吹けるっていうか、ねうんうん、でそのコードに合ったスケールに合った音を、うん、まあなんかうまいことつなげて登ったら降りたりして登ったり降りたりそんな別に簡単なことではないんじゃない、うん、実際やろうと思ったらまあそうやけどまあそんなに価値はない気がするな自分ではねだもっと瞬間瞬間にインプロビゼーションをしたいな、うんうん、あそうだからそうほんまに吹きたい音だけを吹いてるかっていうと全然そうじゃないなっていう感じますね自分では。なるほどリオでやってるし、うん、とりあえず吹いとこうかみたいな吹いてつなげとこうかみたいな手でやってる感じするけど、うん、だからとりあえず、まあ、自己分析的には、うんまあ、ソロの入り方とかもそうやし、うん全体ソロの中も全体的にそうやけど、うんまあ、もうちょっとほんまに自分が吹きたい音を吹くことだけに専念してもうちょっと休み待ったりとかしてもいいんかなって思ったかな、うん、なるほどもちろん今のは今のままでいいっちゃいいねんけど、うん、けどなんか自分でまあこれどうか分からんけど自分で自分の演奏を聴いて、うん、そもそもやけどそのいいと思わへんのね基本的に何もああ、まあうん、そうそうなんかさうわかっこいいなって感動せえへんよね、まあ、そう自分やからかな自分やからじゃないああそうかそれがすごい残念やねんね俺あなんかいや知ってるで俺それ多分そうやって含むやろって全部自分が思ってることやから、うん、そりゃそうやなうん、そうじゃない演奏したいなほんまに人の演奏を聴いて、うん、うわなんかええなとか感動あその時だけのあれしてんなみたいなあそういうのがまあ自分の演奏を自分で聴くと基本的にはないんかな、うん、いや別に悪くはないと思うねんけどな、うんうんうん、その自分の理想とはちょっと違うなっていう感じ違うな全然違うし、うんきしょいなって思うとこいっぱいあるあそうなんか分からんけどとりあえず技術とインプロの質やと思うねんな俺はうん結局まあだから練習だけしててもあかんような気がするなあもちろん技術は必要やけど、うん、それを結局その時に吹きたいかどうかは別やしね、うんその辺がやっぱなんか自然にちゃんとやってる人はかっこいいなと思うし、うん、いっぱいおるなと思うけどな、うん、パッと聞いた感じは差はないような感じすんねんけど、うん、本質的にはもう全く違う感じに自分と比べたら感じするよねまあ性格もあるのかもしれない性格もなかなか治らへんかということで終わります。さよなら。